日本ハム、郡司裕也が5年目で10号到達、目標に掲げていた。日本ハムの郡司選手が、ソフトバンク戦に3番3塁で先発し、2試合連発となる10号ソロを放った。5年目で初めての2桁本塁打に、今年2桁を目標に掲げていたので良かったと語った。中日から移籍2年目の今季は、本職でない3塁に挑戦し、清宮、野村とのレギュラー争いを制して定位置を奪取。打率はチームトップの2割7分2厘、得点圏打率も規定打席到達者の中で同1位となる3割2分9厘を記録。42打点も同2位と欠かせぬ軸となっており、本当、この郡司君という男は何かを起こせる。何かを持っとると指揮官もここぞの勝負強さに目を細める。昨年11月の契約更改では初の規定打席到達と2桁10本を目標に設定。オフの期間は大好きな揚げ物とラーメンを封印し、女子棒体重が打球速度に現れることが科学的に出ている。脂肪を削いで筋肉量を上げ、より長打が出やすい肉体を目指した。66キロだった女子棒体重はノルマの70キロに乗せ、打球速度も昨季から約3キロアップ。郡司、成果が出ていると信じている。それがつながってくれないと逆に困りますと笑顔で語った。これにネット上では、本当、この郡司君という男は何かを起こせる、何かを持っとる。新庄監督の話、本当に持ってますよ。個人的に今日からのキーマンになってほしいです。中日から来て日ハムで開花、最高の移籍ですよ。監督、コーチ、チームとの縁は不思議なもんだね。ドラゴンズにいたら捕手のままで1軍2軍行ったり来たりだっただろうね。日ハムはこれからの成長楽しみな選手がたくさんいるが、どこまで成長できるかだよな。さすがです。頭が良い選手ですね。このまま守備が上手くなればかなりの選手に育つでしょう。チャンスに強いバッターなんて中日に一番足りないところ、皮肉なもんだ。